タイの幻の島へ行きました。セミラン諸島に行けるのは毎年11月上旬から5月上旬のみとなっています。本当に海が綺麗すぎました。過酷です。やばいよ、やばいかも。この道危ないね。あっ、ちょっと怖い怖い怖い、死ぬかと思った。もうやだ、怖い。そして海で奇跡の遭遇。おはようございます。今朝の6時です。今日プーケットのとある離島に行くツアーに参加するため4時半に起きました。眠いです。じゃあね、今バスを待っているので待ちます。はーい。遠かった、2時間ぐらいかかった。遠かったです。あら、もしっ、ハロー。なんかこれもらった、すごい、もうバッグ。でね、9時にはあっちに行ってくださいだって。はい。もうさ、ずっとトイレ行きたかった。遠いね、遠いね。しかも綺麗そう。あ、シャワールームだ。え、すごい、シャワールームがある。食べられるみたいだ。じゃあ、おご飯いただきます。チャーハンにした。うん、おいしい。てか、めっちゃ遠かったな。まあ、乗り合いだからっていうのもあるけどね、2時間ぐらいかかったからめっちゃ遠かった。今日はこのルートで行きます。ここからまず4番目の島に行って、7番目に行って、9番目に行って、1番目に行って帰ってくるそうです。全部で4つの島に行きまーす。楽しみでーす。そう、シミラン諸島はね、全部で、ま、英語で9つの島という意味があって、ま、今日はね、その中の4つの島を巡ります。シュノーケルだ。そう、シュノーケルとフィン借りられたから嬉しい。ピンクカラー呼ばれました。シミラレレ The name of シミラン is not from Thai language but from Yawi and Malayu language. It means nine. It means nine because of シミラン island. It has nine islands. オリエンが終わったので出発です。とりあえず今日はピンクについていけばいいらしい。ピンクの船に乗って行きます。Thank you. What's your Instagram? Joy です。 Hello. Hello. Ohio. Thank you.壊れた、終わった。超綺麗じゃない、やばない。乾杯、一戦目だ。だいたい歩いて10分ぐらいかな。よし、行くぜ。めちゃくちゃ海綺麗、綺麗すぎてびっくりしました。で、上からの景色はもっと綺麗とのことなので行きたいと思います。はい、結構階段が続きますが、まるでジャングル。行きます、登ってきます。過酷です。靴はぶっ壊れるし、よいしょ。あっつ、よいしょ。はい、過酷な道を進んでいきます。よいしょ、やばい、まだまだあるよ。早いね、行くのが。
めっちゃ疲れたんだけど、まだあるの。やばいよ。やばいかも、この道歩きづら。うわすごい、ここんな、こんな感じよ。お、そくらしい、やっと階段らしき階段。うわ危ない。危ないね。あっ、怖い怖い怖い。よいしょ、死ぬかと思いました。死ぬかと思った。もうやだ、怖い、熱きそう。よいしょ、あー着いた。綺麗すぎてやばいです。そういうままかー。はい、てな感じで次、岩のとこ来ました。暑い、あ涼しい、ここ。結構本当にね、過酷です。携帯とか落としたらマジで終わりだから気をつけます。めっちゃ暑かったけど超綺麗でした。はーい、じゃあ頑張って下っていくぞ。ちょっとね、手怪我しちゃったのでね、気をつけてください。この木とか石とかぐざぐざ刺さるので。はい、めっちゃ冷たい、やばい。はーい、海でーす。海、透明度やばい、すげー透明度。すごいいい感じでーす。イエーイ。
配ってたんだけどさ、ここで飲むものかと思っていらないって言っちゃったんだけど、レストランで使えるやつだったっぽい。ピエンです。よいしょ。レストランで、すぎてやばかったです。でも普通にこのヤムスープは美味しかったです。多分初めてだかな。美味しかった。ただいま。じゃあね、あと時間ちょっとだけあるのでどっか行きたいと思います。ついていきます。最後4番目の島です。なんかいろいろあるね。いろいろあるね。フフ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 。今このね、帰ってきてからもご飯のサービスとかがあります。すごいね。やばい、いつ発車って言ってた。やばい、何も聞いてない。あ、いた。はい、それじゃあ向かいたいと思います。多分14出た。14、めっちゃあるバス。さあ、すごいしっかりしてるんだけど。14万だけでプラプラってしてたら14万行くわよって言って、はい、先導してくれます。ありがとうございます。ツアーが終わってなんと帰り道2時間ぐらい時間がかかりました。想定外すぎてびっくり。シミラン諸島の海は最高でした。シミラン諸島に行けるのは毎年11月上旬から5月上旬のみとなっています。現地ツアーでしか行けないのでチェックしてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。